暑い、疲れた。お疲れさん。疲れたね、お疲れさん。さあ、フェスの結果が出ましたということで、本日もフェスの結果発表していきたいと思います。なんか今回のフェスが、前回のフェスとのスパンが短くて、なんだ、2週間後フェスみたいな、結構短い期間だったんですけど、この大判焼きフェスですね。僕は大判焼きに入れたので、大判焼きフェスと呼んでいます。ウェイ大判焼き一歩リード。これはね、知ってたんですよ。ただ俺中間発表見てなかったんだよね。だから得票率とか、鳥からバトルの結果とかもよくわからなくて、その状態から見てみます。はい。得票率。どれが一番高いのか。どうだ？ああ、意外と大判焼きなんだ。てか俺もあんまり回転焼きって聞かないからさ。ね、大判焼きって言葉がね、やっぱ浸透してるから、大判焼きかなって勝手に思って入れてたんだけど、へぇー。今川焼きも結構多いですね。西の方では今川焼きなのかな。あんまり、わかんない。俺が関東住んでるだけなんですけど。さあ、貢献度。貢献度どこが一番高いのか、オープンチャレンジ鳥からマッチですね。鳥からマッチのポイントが一番高いです。うわ、微妙。あ、なんか微妙じゃないこれでも。これ得票率と、オープンマッチの結果出てるか？あ、わかんない。最終結果どう？トリカルマッチのパワーがでかいから。あー！よっしゃー！あぶねー！あ、これ得票率の差出たな。ね、得票率取ってなかったら負けてたな。てか回転焼きかわいそうだけど、でも、回転焼きと戦うの俺すごい嬉しかったな。少ないチームとだから。で、勝った久しぶりになんかフェス勝った気がする。嬉しい。打つ方！打つ方勝ったな、一緒にな。回転焼きのファンみんなもいたしとったで。みんな頑張りました。呼び方は地域によって異なるので、あ、こういうフェス結構いいんじゃないかな。呼び方。前回のフェスがビジュアルで、ゴーストの見たイラストが可愛すぎてみんなゴーストに入れた気がするんですよ。で、今回のこの大判焼きは本当に呼び方だったのでね、あ、よかったですね。はい、ということで大判焼きチームのうなちゃんチーム勝ちました。よかった、貢献できたんじゃないかな。チャレンジとオープンは負けてたけど今側にでも多少、うん、多少貢献できた気がします。よかったです。ほな解散。